鶴ヶ発電所。鶴ヶ発電所は、福井県鶴ヶ市明神町にある、日本原子力発電の原子力発電所。特に1号機は、日本最初の軽水路で、商用路として、最初に発電を開始した、同じ日本原子力発電の東発電所に続く2番目の商用発電所である。2012年1月の時点で1号路は、世界で7番目に古かった。 通称は、現で、鶴が。鶴が半島北部に位置する原子力発電所で、福井県で初めて開設された発電所でもある。また、日本原子力研究開発機構の新型転換路、普遍、廃炉が、鶴が発電所にとなりしている。このほか、鶴が発電所から 20km 圏内には、日本原子力研究開発機構の高速増殖炉、 文樹や関西電力の三浜発電所も一致している。発電所施設は、鶴ヶ半島東側の浦底湾に面しており、発電所近くには、PR 施設、鶴ヶ原子力館が設置されている。また鶴ヶ発電所は、日本で唯一沸騰水型軽水路と、加圧水型軽水路の形式が異なる二類の原子炉を運用している発電所でもある。 鶴ヶ発電所で発電された電力は、関西、中部、北陸の各電力会社へ売電されている。日本原子力発電以下、原電の発電所は、当初、旧堺郡川西町、原福石の三里浜地区に建設される予定であったが、地質上、発電所建設に向かないものとして川西町内での設置を断念し、鶴ヶ半島で、 建設計画が進められた。34号機は、三菱重工業が世界で初めて開発する改良型高圧水型軽水路が導入される予定。また、鶴ヶ発電所で想定される地震の強さは800ギャル津波の高さは2.8メートル。各発電設備の売電割合は次の通り、日本最古の軽水路と知られる、鶴ヶ1号路は、 大阪万博の開会式の日に営業運転を開始し、万博会場へ初送電したことでも知られる。開会式の時には、原子力の明かりがこの万博会場へ届いたとアナウンスされ、日本の原子力へのパイオニアとなった。これは、日本と GE の技術者が万博へ、原子力の明かりを送りたいとの思いがあったとされる。発臨会を達成した後、 スクラムなどの様々な試験を行った後、1970年の3月10日午前12時より連続100時間全力試運転を行い、3月14日午前4時に営業運転の条件である100時間全出力運転の目を達成、大阪万博に間に合わせる形でそのまま営業運転に入った。この時、原発中の何人かの職員が中央制御室に集まり、 目標達成した時万歳三章の後皆が涙を流したという。この後、また三浜発電所1号路も追いかける形で8月に大阪万博へ電気を送った。8月8日に1万キロワット発電を行い、万博会場へ初の送電。この時も電光掲示板に三浜発電所からの原子力の明かりが会場に届いたと表示、またアナウンスされ、 話題となっている。その後様々な試験を行い、11月に営業運転に入っている。なお、鶴が、三浜両機とも、沸騰水型、鶴が、加圧水型、三浜とそれぞれの形式上の日本最古の軽水路となっていたが、鶴がの1号機は2015年4月27日に廃炉された。鶴が発電所1。 二号機の敷地内には破砕体が少なくとも約百六十本存在する。また、活断層の裏底、柳瀬山断層体、裏底断層が通っている。また、二号機の真下にある規律も活断層である可能性があり、原子力安全保安院は調査を求めた。なお、国の原子力発電所の耐震設計指針によると、活断層の真上に重要設備の設置は、 認められていない。すなわち、この亀裂が活断層と確定すれば、二号機は、廃炉とされる可能性がある。2012年後半から、駿河原発の敷地の地層を調査していた、原子力規制委員会の専門家チームは12月1日、浦底断層について、非常に活動的との見方で、ほぼ一致した。2012年12月10日、 原子力規制委員会の専門家調査団が原子炉直下にある断層、破砕体を活断層の可能性が高いと判定した。2013年5月15日、原子力規制委員会の専門家調査団は2号機直下にある断層、破砕体は活断層であると断定する評価報告書を正式にまとめた。2号機は廃炉に向かう可能性が濃厚となった。 2015年4月27日、1号機を運転停止し、法的に正式に廃止とする方針が発表された。日本最古の商用路である1号機は、本来2009年12月に役割を終え廃炉にする予定であったが、3号機及び4号機の設置が遅れたことから、運転期間の延長が模索されてきた。日本原子力発電は、 老朽化を踏まえた保守管理方針を策定した上で、運転の継続を経済産業省原子力安全保安院に申請。2009年8月3日に申請が認められたことから、2016年までの延長運転に備えた準備が進められていた。しかし、1号機は出力が相対的に小さい上最長60年の延長運転を可能とするために必要な 設備の劣化具合を調べる審査を通るには1000億円単位の安全対策の工事費用がかかることから2015年4月27日には正式に運転を停止し廃炉とする方針が決まった2017年4月19日原子力規制委員会が1号機の廃炉を認可した今後は廃炉に向けて使用済み核燃料プールからの燃料取り出しや原子炉本体や 周辺設備の解体などがあり、最終的にはすべての施設を撤去することになっているが、数百億円の費用が必要で、廃炉完了までに30年程度かかると見込んでいる。加えて、解体で出る放射性廃棄物の処分方法は決まっておらず、処分地を決める議論もほとんど進んでいないことから、想定通り進まない可能性もある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。